ついに開幕バープロ2011きたー。さすがです。2年の月日だ。2016年ね、ずっと頑張っていましたけど、はい、じゃあね、とうとう2018が、はい、ダウンロード開始ということで、おー今終わりました。よーし。なんかすっごくね、あのオープニングとかあるじゃないですか。はいはいはい、はい、そういうのしっかり見て、そうだね、第1弾はもう選手能力をしっかり見てね、みんなさんに、うん、まだ変えてない人にお送りしようかなと。おー、いいですね。はい、でこのあと、多分次の動画で試合が、はいはいはい、その普通にねオールパシフィックとか使ってみての試合をね、うん、やろうと思います。楽しみですね。じゃあ起動しましょうか。行きましょう。何も言わへんなんか言えよ。あ、ここはまあ普通ここはまあ違法な配信はやめましょう。はい、違法なダウンロードやめましょう。で、コナミと NPB さんとライブ、今年のなんか新しい 2D 野球しようよ。何これ何これ。おっと、オープニング、おお緊張するね。反応してしまう。うわ、どんな PV なんだろうね。ちょっとこれやっぱね、俺はね2010年ぐらい のテーマソング大好きですから。全然覚えてない。俺めっちゃパープロのテーマソング覚えてる。あのかっこいいよね、パープロの歌って。来た、うわ、クイーンオブフェスティバル、めっちゃおしゃれ今回ね、船のあれなんですよ。うわえっ、やばい、綺麗すぎだろ。神曲やん。いやいや、めっちゃいい曲。やばいかっこいい。やばいうわ、もう最先端感がすごい。グラフィックエグいわ。うわ、めっちゃいい曲じゃん。これ歌ってるのジェニー。違います。違うね。あ、違う。あれ、消えちゃった。あー、やばい、もう諦めよう。あー、音聞こえない。もうこれはもうしょうがないね。あ、もう神曲聞こえない。マジでだるいって。あ、上原何よ。お、ティオカ。西川、山田です。あ、誰？お、今日だ。今日だ。やばいってマジで。超やばい。サクセスとか超やりたくなっちゃう。聞きたい俺も歌。今ジェニーが歌ってます。ナヌークだ、ナヌーク。ユニフォームとかめっちゃ増えてるよ。やばい。来た。因縁の。ライバル。いや、ジャパン来た。東条いる。ジャパンだよ。え、やばい、えぐ、やべえこれは。うわ、やばい、上がる、これは上がる。うわ、鳥肌やばいってこれ。すげえやばいよこれ。いいな、そんな高音質で聞いて、ね、やばすぎる。うわ、かっこいい。誰だよ。なんだこいつ。かわいい子は。オンラインプロフィールとか出るらしいよ。やばいじゃん。え、反映することできるって。2016の。なにこれ。俺の名前？まあそうだね。正義と。正規。お、正規に正規。なんで正規にしたの？そこは全然意味わかんない。あ、もう顎ひげ生やしてたらいいじゃん。誰だ。やばいね。はい、設定お疲れ様です。さて、正規さん、正規さんになりました。それでは、なんかやっぱすごいね。やっぱやるの近未来感がね、すごい。来たよ。じゃあ選手データいきましょう。色合いかっこよすぎない？かっこいい。やばい。で、栄冠ないもんね。俺らサクセスとか7000時間ぐらいやる。7000。でもパワープロしかやらなくなっちゃう。やばい、ちょっとフォロワーとしなくなっちゃうよこれね。ジャパンあんの今回。なんか俺、あ、目指す日本代表入り、えぐい。じゃあということで選手データ、はい、見ていきましょうか。見たい見たい、これマジ楽しみ。ゴー。一人だけ長めで見ますね。はい、東山。うわい、うー、えぐい。150キロ。まあそこまでそんなに成長してない。千賀やばいでしょ絶対。さあ千賀さん、うー、あ、でもあ、もうあんまコントロールあんま良くないんだな。でも154キロだね。フォークマックス、バンデンハーク、武田。おー、まあこの辺はね、うん、岩崎も結構エグい。森とかはどうなの。クッキー、サッパー、サッパーみたいな、エグ、
カイやばカイカイめっちゃ強がってるえぐっただ S 今宮今宮これ打撃まで、でもエラー入っちゃってんだもん、やばい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 、マザーウェーアート内川さんね、まあ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 、いや絶対上林もっとやばい、アキラさん強くなってないね、上ば上ばいきます、うわまあ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 、まあ、普通にオールスター外野手、いくー、うわあもうギーだやばいわ、うわ次のドラフト目玉やわ、目玉これはやばい、やばいねこれ、これデスパいいねー、田中正義4文字はい、ソフトバンクはこんな感じです、はーい、セーブライオンズ、うわあまあでもエグい、158になってる、エグい、そうだよ、前エクサだっけ、156だから、やばいね、上がってるね、エース、どこ、戸上とかも強くなってる、え、よくね、うん、やっぱ大幅に強くなってる選手はやっぱいるよ、そうだね、あ、マスターもうちょっと強くて、うわい、森田もやばいね、いいね、源田弱っ、あれ源田もっと強くていいね、もっといってるでしょ、浅村さん絶対やばい、おお、でもまあ目玉だね、山川が A になってる、あ、目変わってない、 A 多すぎだ、そうだっけ、あ、そうでもないね、もっと強いよね、もっと強くていい、絶対、あ、金子さん強いね、うん、まあ、ぽいなって感じです、うわっ、うわ、バケモンいた、なんだこいつ、うわ、なんだこいつ、ええなんだこいつ、レジェンド OB じゃん、レジェンド OB でしょ、レジェンド OB の OB の方の秋雨でしょ、え、やばいね、いや、これはやばい、パワー B になっちゃってる時点でもやばいよね、これはやばい、マジで、ちょっと、25本も打ってんだね、去年、もう、えぐっ、クソ目玉だね、やばっ、え、なんかいつしかの松井みたいな、やばい、カツオさんみたいな、はい、楽天イーグルス、はい、バケモン、乗り物バケモンだね、はい、バケモン、でもこれは結構対人であんま強くないよね、確かに、岸もいいね、うわ、騎士やっぱいいな、今さんもね、今とかもっと強そうだけど、藤井らもまあ、あ、ちょっと強くなってるね、今年は高梨も絶対強く、あ、え、なってない、スライダー6もあるけど、おー、でも一応日本代表ですからね、おっ、おっぱいみたい、おっ、ちょっとコントロール悪なって、まあ弱い、俺は一応みたいな、おっこいなんで、おー、ええ、ボケえぐいな、まあすごい、銀次ボール D、 銀次アーマーが藤田、今江と、おー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 、ウィーラー、おー、おー、強い、ペゲーロもいいでしょ、おー、一緒ぐらい、タイヤ強いね、オコエはオコエ、あー、オコエ、オコエちょっと見たいね、だって一軍でめっちゃ打ってるじゃん、おー、強い強い強い、強くなったね、オリックス、お、西エグい、エグくなってる、赤が多いな、ちょっと、田島来た、田島がいるんだ、出ました、ドラフト1位、うわ、山岡もね、ああ微妙に強くなってる、金子弱くなってるね、ちょっと弱くなったな、ディクソン強い、ディクソンいいね、なんかあれだね、なんか不得意な特殊能力結構大幅に追加されてるね、うん、やばいね、多分その辺厳しくなってデータがより多分しっかり取ってんだ面白い、すげえ、いいね、あ、誰、黒木でこんな強いやついる、え、めっちゃ速いですね、今、あ、出た、あ、裏切り者だ、我がイチャンの裏切り者だ、ミシノ、え、絶対シュート半端すぎね、やばい、いや、吉田絶対やばいでしょ、吉田、マサタがいんの、マサタがいるよ、いや、すげえ、守備の名手だな、これはロメロ、ロメロエグいね、ティーオカ、マレーロもやばいんだね、マレーロ、さあ、緊張の一瞬です、来ました、マサタかエグいね、強い、A やってほしかったんだよな、目玉だったね、いやでもだいぶ評価されてるわけだって12本だから実際は、それでもうほぼ A だから、え、ちょっと待って、新しくなんかインコースヒッターとか出てる、ほんとだ、えインコースヒッターって新しい、ほんとだ、何あれ、すげえ、そんなん出たんだ、すげえ、もう高さとかじゃないんだ、横なんだ、リアルになったの、余計高いのに強い人もいるだろうし、実は実際いや横もいるもん、確かにすごい、えぐいな、アウトヒッターもいるんだ、え、こいつ誰、こんな聞いたことない、聞いたことない、強い、えぐい、えぐい、え、後藤えぐくね、出た、後藤出た、シュンタね、あ、シュンタか、シュンタ来た、小田超いい、はい、2チャームを、2チャームを来ました、緊張の一瞬、我が2チャームファイターズ、2チャームファイターズやめ、お、強い、ほら、噂は強いね、噂はもうエースだもん、もうマルティめっちゃいいからね、もっと上がると思います、お、加藤も良くなってる、え、普通に良くね、高橋もいいですね、あ、セントキーいいじゃん、あ、そうございます、え、前より良くなってる、うん、そうです、前より良くなってる、宮西弱くなった、宮西ちょっと弱くなったかな、スラーブの名手ね、で、この西村っていうピッチャーが新しく入ったね、
このピッチャー、あ、こいつ EP だよね。 EP です。もう1年目からいきましょうっていう。トンキンね。あ、清水ユーシンさん弱い。え、ちょっともうちょっと強くていい。もうちょっと強く、結構打撃いいもん。今パワーもう C ぐらいあるんじゃないですか。白か強っ。これ絶対やばいですよ。次ポンちゃん絶対やばい。あれあれあれやっぱ途中までだからあんま評価されてないですね。あとちょっと去年怪我してたから。でも4割1分さん、えくうー、レアちゃん。ミートがよく、もっとミートあるでしょ。いやもうこれは低いって。ひどいね。ミートは絶対あるでしょ。あるよ。来ましょう。次次。おお。あ、ちょっと下がっちゃったね。ミートが。まあ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 。いやもう B でいいでしょ。2割9分6厘で。確かに確かに。厳しいな。お、松本剛さん。あ、剛さんもまあ。あ、やばいね。下がってるね。でもね、今年の絶対上がりますよ、また。太田大志絶対いいでしょ。お、強い。おお、強い強い強い。強くなってる。横尾やばいでしょ。あー、全然だ。ケンシはケンシ。ファントマル。おお、岡さん。有原もちょっと。岡ってこんな足速いんだ。有原いいじゃん。得意なのが多い。そうですね。さあ、マリンズ。お、千葉ロッテ。マリンズ。二木強っ。え、強っ。すげえな。石川。石川か。出た、酒井。俺らが見に行った時のピッチャー。あ、佐々木千早だ。あ、千早結構良かったね、今ね。え、千早？うん。おお。結構いい、結構いい。やっぱすごい、新しい選手がたくさん入ってる。楽しい、楽しい、楽しい。これ面白いね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと2チャンも一回戻って。清宮さん。清宮。あ、清宮か。清宮さん、まだ。どうなってるんだ、彼は。さあ、大本命、清宮選手、どんな評価なんでしょうか。清宮。清宮ファーストやね。おでもパワーがすごい。悪くなくね。はい、じゃあ乗っていきますね。どこまで行ったっけ。お、ハムタツ。タムタツ、タムタツ来ました。ドミンゲス。誰やね。鈴木大地。あ、強くなってる。強くなってるね。いいね。中村、お、強くなってるね。強くなってるな。アウトコースヒッターって。うわ、おー、すげえ。いいね。放送や、放送やけー、そうやけー、荻野隆。うええー、めっちゃ特徴の高い。やばいね。やば、荻野いいね。すこんな活躍したんだ。かくらくいい。加藤もいいな。弱くなってる。ちゃんちょっと弱いね。おー、やば。岡田菅野絶対もっと高い。もっと強い。絶対終わったらもうミート B いってるよ、これ。えぐい菅野。さあカープ、カープえぐいよ。あ、でも絶対えぐいよ。コントロールやっぱ A だね。ジョンソンとかエグいでしょ。全体的にエグいよ。ヤブタとかヤバいんだよ。あ、でも変わんないな。おお。この前と一緒だ。お、でもちょっと増えてる。あ、まあ、ちょっと。あ、ん？ジャクソンも変わんないね。あんまり変わんないかな、ここ。あんま変わってない。うん、今村。え、今村めっちゃ強くなってね。ちょっと強くなってるね、これね。え、ありだった。やばいやばいやばい。フォーク、V スラ、野手能力高えな。野手エグいでしょ。おお、守備強い。野手いいね。おお、変わってないな。うわ、え、強いね。やっぱ菊池とか強くなってる。田中さんもうちょっと上でもいいと思うけどね。うわ、うわ、ポケモンや。エグいわこれ。もう何がない。やばい、気がない。え、えぐ、すげえ。あべ、対変化球もあれだって。え、何それ。やべえぞ今回のパープル。何、ちょっとやばい。対変化、え、だから変化は多分ミートでかくなるんで。うわ、やばいね。やばいやばいやばい。菊池まで取って逆に直球丸とかもあるわけ。そういうことだ。なんかもう特殊能力をめっちゃ上がってるな。あべ強っ。あべはね、強いですね。あ、スライさん変わってないな。スライさん、スライさん変わってない。あれ、もうちょっと強くなったんじゃない。石川は、うん、これは変わってないよ。あ、デッサも変わってない。うわ、丸も変わってない。うん、丸エグいね。やっぱ丸なんかもっと勝って強かった気がする。あ、確かに C やったような気がする。ああ、タイガース。中村翔成は来た、バケモン。うわ、目玉です。やっぱ日がないわ。え、なんかもっとバケモンになってね。え、もっとやばいよこれ。あれ、うわ、え、秋山ってこんないいの。秋山、うわうわ、超いいじゃん。うわさんね、コントロール良くなってんじゃん。 F になってる。フォーム改造してコントロール F になった。ランチョウついてるしね。癖がすごいな。でも9時、おお、抑えた。
待ってよ、ドリス。ドリススプリット行く？え、梅の行く？梅ちゃん、めっちゃいいな。え、ロサリオってキャッチャーできんの？キャッチャーできんの？へぇ、原口キャッチャー G やん。やらせねえだろ、絶対一生やらせない。あ、原口もうちょっと強くしてほしかったな。ちょっと弱くなったね。トリトリよくね。おお。上本伊藤原、ね、まあ、あ、これ大山。あ、大山、まあまあ、まあまあまあじゃない。まあルーキーでしょ、だって、うん、ルーキー、ルーキー。一生か、弱弱っ。もう強い、強っ。次は強いでしょ。次は強いでしょ。おお、変わんないな。まあまあ変わんない。強くない、阪神。阪神強い。福留ってずっと強いな、なんか福留ずっと強いよね。ベイスター、これやばいっすよ。お、めっちゃ良くなってる。そうだよ、ここがめっちゃ大幅に強くなってたのよ。うん、え、なんじゃこいつ。首位打者が、首位打者いますからね。うわ、いいね。伊野来た、宇宙人。おー、宇宙人。ピッチャーマジ肝心だわ。加賀、田中、ずっとなんか頑張ってるな。国吉よく。三上ね。国吉代表のやつ。いや、いや、違う違う。ここ代表浜口と矢崎、おお、今永と矢崎。今こいつも抜け目ないの、やばいね。またばどうしよう。キャッチャー弱いな。誰、うわ、えぇー、偵察だけじゃん。いや、次やばい、首位出したからね。バケモン来たよ。あれ、いや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 、絶対 A、A、A、B はあるでしょ。 A、B でしょ、多分。A、B でしょ。 A、C でしょ、せめて。まあ、A、C。いや、A や。誰が A なんの、首位出したの、こいつ。そうよね。確かに。73で全然惜しくもない。うん、確かに。79だよね。うん。倉本弱えな。なんか桑原ってやばい。ああ、桑原いいじゃん。すげえ。なん、こいつやばいよ。だって今、不動の1番じゃない。そうそう。で、山本さんね。おお、山本さんやっぱりすごいわ。すげえ。ずっと。強豪つぶ。ああ、やっぱ強いね。ああ。外、外、わあ、これ外っていう、クソ元、あれ、クソ元だ。外っていう、おお、音坂強くなってるし、絶対。え、全然全然。マジ、あずま、あずま、え、あずま、すげえ、おお、すげえ、いいね、あずま。愛工大、愛工大名電、あずま。こいつ、今年めっちゃ活躍してる。うん、キャッ、ジャイアンツ、ジャイアンツ。うわ、バケモン出た。安定のね、はい、ありがとうございます。ですが、もういっぱいしてますよね。まずしょうがないです。え、無理、これはやばい。うわ、田口も強くなってる。田口強くなってる。内角攻め。うわ、特殊能力はもうすごい細かい。めっちゃ増えてる。いいね。まあまあ、こんなもんでしょう。野上。お、野上強くね。強くね。強い。これちょっと楽しくなってくるな、おい。まあいいですね。マーシーさん、強。よしよし。カミネロ来た。ゴキブリ。ゴキブリ。ああ、まあまあまあ。あれ、今首位打者。まあまあ、今ね。現在首位打者。今だけね。坂本さんは？吉川ってもっと高そうだけどな。ね。坂本強いでしょ。うわ、バケモンだ。わあ、強なってる。アビシン、アビシン、アビシン、アビシン。総力 G ってもう歩いてるやん。でも15だからね。マギーさんね。マギーね。田中俊斗だ。あ、弟ね。裏切り者来た。ゲレーロ。はい。あー、強い。え、はい、強い。次がちょっとね。あ、いった。わー、絶対ね。評価されてない。分かってないね。分かってない。ここは分かってないわ。中井、重信。あんま変わってないんだ。亀井ちょっと強くなってる。多分弱なってるね。あー、まあ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 。いいじゃん、いいじゃん。なんか、あ、蝶野がちょっと強くなってる。ちょっと強くなってる。うん。いいね。左は？あれ、サーブ、サーブ。畑、畑、畑。畑は？畑、出た。大エース畑。え、良くなってない？本当だ。まあまあまあ。おった。我が中日だもんね。大野さん。まあまあ。大野さんの S なんだ。おお、よくなってる。おお。ああ、でも多いな、日が。多いね。日が多いわ。おお。おお。ああ。配信家が増えてる。G。G。お、柳。ああ。不得意なとこ多いな。でもリアルだな、やっぱでも。うん。鈴木翔ってあいつあれ？あ、鈴木翔太、そう。あ、うわ、ブラギルモン。ブラギルモンだ。あ、チェンジ。あ、やっぱリアルな。そんなに強くないな、でも。あ、出た、ソフエ。
あれ、中日エグいピッチャー一人いないっけ。あ、バケモンいるじゃない。タジタジじゃん、タジタジ。あ、あ、もう一人、あれ。あ、あれ、あ、日ハムから裏切りもめっちゃいる。いや、結構多い。だって小笠原もそうやしね。あらららら、なかなかいいキャーですね。強打、強打、強打、強打強化されてる。やばい、やばい、やばい、やばい。強打ヨウタ、えぐい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 。高橋周平は強いか。いやー、あー、まあまあ、亀沢ね。いや、これはないでしょ。阿部さんはもっと強いね。もっと強いですよ。ビシエド、福田強いですよ。あ、荒木復活してる。なるほど、エンデューさん、大島安定だよね。ずっとこれじゃん。ずっとこれじゃん、大島さん。アルモンテ、アルモンテ。平田さんは、平田多分弱くなってると思う。あれ、強くね。いいね、平田さん。松井、あ、いいね、藤井、いいね。いいじゃない、いいじゃないですか。さあ、あ、あいつがいるよ。鈴木、あ、そうそうそう、バケモン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 。あ、松坂さんもちょっと見て。157キロ。えぐい、これ弱すぎでしょ。もっと強い、やばいでしょ。これはやばい。伸び A だ、まず伸び A。 確かに、確かに、キレもやばい。じゃあ松坂さん、お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 、今共演の時先発しちゃうけど、松坂ね。でも実際こんなもんや、今。確かに、もうこれしてしょうがない。リアル、これちょっとリアルだね。なんかあの、E、D に行かない E っていうのもちょっとリアル。最後ヤクルト、ヤクルト行こう。ヤクルトピッチャー陣そうでもないっしょ。うん、みたいな。ピッチャーいないね。いないね。欲しい。いないな。中村強いでしょ。おお。強っ。強いね、中村さん。カウントが弱なりましたね。山田は、山田よ。ああ、ちょっと復活してる、復活してる。でかい、でかい、でかい、でかい。えぐい。畠山。え、ああ、いくか。こいつもっと強い。出た、もう一人のテスト。坂口も出てるのかな。わ、いいね。おお。坂口今。さあ、青木、来ました。おお、いい、いいね、いいね、いいんじゃない。いや、ヤクルト強いな。バレンティン、でも投手陣がやばいのか。出た、雄平。バケモン、雄平なんか能力過小評価され、過大評価されすぎてない。いやー、まあこんなもんで、パワー DC もないでしょ。ないないない、2本しか打ってない。これはいいでいいね。吉住さん、おー、なるほど。はい、ということで選手能力編、こちらにて終了でございます。まあ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 、ちょっとね、評価されてほしい選手とね。そうだね、されてない選手が。それ以上にあの変化球が細かくて、ちょっと楽しみが増えたかなっていう。特殊能力がすごい、すごいね、本当に。それがすごい、インコース全部でもすごいリアル。うん、でもやっぱ厳しくなってるね。そうだね、査定が。はい、もう赤がめっちゃつくようになってる。えぐい、赤の数、えぐい、えつだ。ちょっともうね、これもう2016のドラフトやめるか。やめるんだ。もうでもちょっとやっぱ途中でね、やっぱり曲げるのよくないからね。一応それもゆっくりやりつつ、ちょっとゆっくりね、こっちはメインであげて、こっちをメインね。ということでね、この選手を、まあチームを決めるのもね、後でドラフトもあるので。そうなんだ、楽しみです。ちょっと俺らもう真剣に考えてるから、あの強いチームを取っちゃうと選手をパクられるっていうところまでも計算してるから。もう本当にそれです。そう、前回ね、そうそうそう、それでもうほとんど持ってかれた。いねえから、もういないよ。ほぼいなくなってたから。そうかといって、目玉少ないチームって目玉持ってかれた時の積み方がない。あー、そうなんだね。だから適度にあんまりすぎず少なすぎずのところを狙っていければ。どっこにしよう。今ね、あの恭平っていうあの一番雑魚いやつが眠ってるんで、あいつはもうおしまいです。あいつはもう引退です。引退です、あいつは。またあのリボンさんの時みたいに引退式しないとダメだね、これ。そういうことですね。はい、ということで、じゃあ次回、対戦編ということで、おお、楽しみに。楽しみです、楽しみに。俺ら初プレーだしね、まだ本当に何もいじってない。そうだね、選手見ただけ。グラフィックももう絶対やばいから、それ。これやばい、フォームとかめっちゃ細かくない。やばいから、絶対やばい。ということで、はい、次回お楽しみに。よっしゃ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でしましょう。ファイブ、ドス。